京阪五0系電車、京阪五0系電車、京阪五0系電車は、1970年、昭和45年に登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。本系列は、日本の鉄道車両で、初めてとなる片側面に、両介護扉を備える、多市通勤車であり、日本で唯一座席昇降機構を備え、に扉を閉鎖して3。 扉車としても使用できる構造となっている。1970年から1980年、昭和55年にかけて7両編成7本、49両、と、自己廃車の代替心臓分1両の50両が製造された。現在は、快速急行から普通まで幅広く運行されている。本系列設計当時の計班は、大阪、京都両市内における、 路面電車との平面交差の関係上、京阪線の河川電圧が開業以来の 600V のままとされていた。このため、変電所数や機電線の電流量上限などの制約もあって、電圧効果、漏洩電流増大、それに自己電流識別などの観点から一列車の編成量数が最大7両に抑えられており、8両編成化は不可能な状況にあった。 また当時は、京阪線の副副線区間が、天馬橋森口市間のみで、森口市等の宅地化が急速に進行し、沿線人口が急増していたにもかかわらず、混雑解消のための施設改良は、地地として進んでいなかった。この結果、京阪線の混雑率は、最大で190%に達するという、凄まじい状況にあった。このため、森口市等の伏線区間では、 特に再混雑時間帯における普通列車の乗降時間の増大を原因として特急、急行を含む全列車のダイヤの乱れが状態化していた。これに対処すべく1969年より製造が開始された2400系では扉付近の立席スペースが2200系よりも拡大されていたが、これは乗降の円滑化には 多少なりとも寄与するものの問題の解決にはほど遠く、抜本的な解決策が必要とされた。こうした状況下で、将来的な、京阪線の河川電圧の 1500V への、昇圧方針が1969年、昭和44年4月に決定され、高架複々線区間のネア川信号場までの、延伸工事も1971年、 昭和46年11月28日に期、されるなど、京阪線の施設改良が本格化した。だが、前車は8両編成化を可能とし車両出力のアップによる速度向上を期待できたものの、その反面在籍前車の昇圧改造内視は 1500V 対応の新造車よる代替、それに変電施設などの改修を要し、巨額の費用と10年以上の準備期間が、 必要であった。また、校舎についても、沿線の宅地化進展で工事用地の確保、買収が困難化しており、こちらも工事完了までに少なくとも7年を要し、むしろ工事に伴う諸作業が営業運転に及ぼす影響が問題となるような状況にあった。つまり、いずれの対策も効果を発揮するようになるまでには10年前後の時間的な猶予を必要としたが、 それゆえ、当時警犯が直面していた危機的状況の速攻薬にはなり得ない状況にあった。かくして、ダイヤ乱れの原因になりやすい、普通列車の乗降時間を短縮し、かつ7両編成という、限られた編成量数の中で、さらなる輸送力の確保を可能とすべく、全車が5扉を備える、本系列が開発、新造された。ただし本系列は、 小公式座席をはじめ各部に特殊構造を採用し、またそれらによる重量増を掃載する必要があって、当時は高価だったアルミニウム合金製車体としたため、二千四百 k などの既存構成一般車と比して製造コストが大きかった。それゆえ財政上の理由から製造量数は最小限とすることが求められ、当時建設中の複々線区間完成までのショートリリーフとして、 再混雑時間帯に運行される遅延の多い普通列車の混雑感は乗降時間短縮による定時性確保を主目的とした7編成49両が新造されるに止まった。上述の通り各社の肩側面に5つの両開き扉を備え車内にロングシートを設置する多悲通勤車である。構え体には気候の複雑化や 乗車定員の増大に伴う自重課題を抑止すべく、軽阪の車両としては、初となる、アルミ合金が採用された。当時、アルミ合金製軽量車体は、国鉄301軽電車などごく限られた車に、採用され始めたばかりで、イニシャルコストが非常に大きかったとされる。だが、その採用による、自重軽減の効果は絶大であり、ご扉特殊構造車体でありながら、 在来車と比較して一両あたり約3から4トン程度の軽量化を実現している。車体断面形状は2000系以降の2000万台通勤車群が普通校を用いて軽量化を実現するために順調各構造を採用し、断形に近い断面としていたのに対し、アルミ押し出し型材を組み合わせて断面を構成する本系列では極力、 単純な形状とすることが求められた。このため、絞りのない側板に切り妻に近い前面を組み合わせた、比較的角張った印象の外観とっている。窓配置は、運転台付きの車両が窓窓窓窓、中間車が窓窓窓窓窓,窓乗務員扉、客用扉、ラッシュ時用客用扉となっている。客用扉はいずれも在来車より100ミリメートル、 狭い 1200mm 幅の両回避で、戸袋窓は省略されており、側窓は二段上昇式である。なお、中間車は前後で非対称の側窓配置であるが、全車とも客用窓が端に設けられた一端が、京都寄りとなるように連結されている。内装の無塗装化が進められたが、車体外部については従来通り緑の濃淡で、上下に塗り分けた一般車塗装が踏襲されている。 前面は当初の2編成分が4両編成と3両編成を組み合わせていたこともあって中央に貫通扉を備えるシンプルな3枚窓構成とされアクセントをつけるために屋根板の一部を前面に突き出して皮脂状の造形としている。また全消灯は2 4 0 0系で初めて採用された小型のシールドビームが左右の窓状に各1頭ずつ取り付けられている。 この5000系には、東日本旅客鉄道、JR 東日本が投入したサハ204系、6扉、サハ208系、6扉、サハ E230 系、6扉、東京地下鉄、収益開始時は、帝都高速度交通営団03系、5扉、東部2万50系、5扉、東急5000系、6扉、といった、他の他飛車にない、大きな特徴がある。 それは、編成すべての車両が多飛車であることに加えて、平日朝ラッシュ時以外は、着席定員確保のために、側面2.4枚目の扉を、締め切り扱いとし、扉上部に収納している座席を出して、他の車両と同等以上の着席サービスを確保する、機能、座席昇降機構が備えわている点である。扉の締め切り扱いは後に登場した多飛車でも、採用例があるが、 座席昇降機構を搭載し、換算時間帯の着席機械増大を図ったのは、日本では、この計半5000系のみである。このため、本系列の側面2.4枚目の客用扉には、ラッシュ用ドアの表示があり、1.35枚目の扉では、淡いグリーン、塗装変更編成は、濃いグリーンに塗装されている部分が2.4枚目、扉では、式のために素材である。 金属むき出しで塗装されておらず、一目で判別可能となっている。この座席昇降機構の構造については、京阪とメーカーの川崎重工業の両社が特許権を取得したが、収納状態で営業運転中に座席が降下すると大変な事故となる恐れがあったため、その動作は停車中、しかも側扉が閉鎖され、かつ両端の運転台から同時に昇降指令を行って、 初めて機能するよう設置されており、さらにその動作中には警告用ブザーが明動する。この装置は前代未聞の機構であったため、本系列の製造開始前に、川崎重工業で実物大の試作モデルを製造、約3ヶ月にわたって1万回にも及ぶ厳しい耐久試験を実施し、安全性を確認した上で採用に踏み切っている。なお、この座席の証拠は、出庫前に、 車庫内や折り返し線で行われるのが原則であるが、ラッシュ前後に終着駅で折り返しを行う運用では、車内を一旦締め切り扱いとして行うことがある。本系列は、その使用目的やそもそも開閉可能な側窓が少ないという構造上の制約もあって、心臓当初より冷房装置を搭載している。その構成は、冷凍能力8000キロカロリー、 H の分散式、ユニットクーラー5機を屋根状に搭載し、ラインデリアにより、冷風を客室に送ることを基本としている。さらに、これに加えて、冷房の効果を高めるため独自開発の回転グリルを扉付近の天井に設置しており、この構成は冷房改造された在来車や、新造車にも採用されたため、1970年代から1980年代前半に、 かけての軽阪通勤者の標準仕様となった。当初より昇圧を前提として設計され、また、軽阪としては、初採用となる、全電気指令式ブレーキを採用されるなど、重要な技術革新が盛り込まれている。このため、本系列は1983年、昭和58年の軽阪線、河川電圧昇圧時にはほとんど改造なしに昇圧が実施されている。また、 9 7 0 0系の車体を再利用して、代替新造をされた1 0 0 0系においても本系列と系の主要機器が採用されている。1機の制御機で1両分4機の主電動機を制御する1芯 4M 構成の電動カム軸式抵抗制御機である、東洋電気製造アッコットフ H4155 から 585AB を各電動車に搭載する。 制御機の型番が2種に分かれるのは、小圧対策のためであり、600V 時にはこれらは、同じ動作を行うが、1500V 時には、高圧車、アッコットフ H4155 から585、A 搭載と低圧車、アッコットフ H4155 から585バイト搭載の2両ペアを組み、直列接続を行って、 各制御機を同期させる親子方式として動作する。制御段数は、直並列各17段、弱め回、自給段、発電制度34段である。小圧を前提として、端子電圧 375V 字定格出力 155kW の直流直巻清流子電動機である、東洋電気製造 TDK-8120AA1 が新規に設計された。 これは、新開発の高分主体熱材料を採用することで、端子電圧3 7 5ト対応となり、また 2400K 以前の TDK-817K と比較して1期当たり、約8 5ラムの軽量化が図られている。基本特性は、端子電圧3 7 5ト、定格電流 465A、出力1 5 5ット。 正確回転数 1730rpm である。駆動装置は、中空軸平行、カルダン駆動で、波数比は、第一次車は84、15であったが、以後は高速性能の改善を図って84、16に変更された。冷房装置を搭載し、屋根上スペースが十分でなく、また、各電動車が 1C4M 制御方式であるため、2400平、 第2次車と同様格電動車に一機ずつ、バネ上昇空気圧加工方式の下枠交差式、パンタグラフであるよう電気製造 PT-4805A を搭載する。2 4 0 0系に順次、第1から3次車は、制御電動車、電動車は一自由度計軸箱、量式空気バネ会車である、汽車会社、川崎重工業、KS-76A を、 制御車と付随車はがは、両艦小ゴム式空気バネ台車である、住友金属工業、新日鉄、住金 FS-337E をそれぞれ装着した。これに対し、第四次車の第6.7編成は、電動車に、関式円筒案内式空気バネ台車である、川崎重工業キロワット -31 へ変更し、 制御車と付随車についても FS-337 系の改良型である、住友金属工業 FS-399A をそれぞれ装着するように変更されている。計班では、初採用となる、全電気指令式電磁直通ブレーキの日本、エアーブレーキ、現、ナブテスコ HRD-1 が、ソラ成型として搭載された。この新しいブレーキシステムには、 従来の HSC 系電磁直通ブレーキと比較して空気配管が各社へ空気圧を供給する元空気ため管のみで済むという保守上重要なメリットが存在する。このため、以後在来車と混用される2600系以外の各系列に採用されている。導入当初、空気圧縮機はすべての電動車に搭載されていた。竣工当初は 製造年時の違いによって各編成で差異があった。3両編成と4両編成に分割して運転可能な構成となっている。常実のようにラッシュ時対策として設計されたにもかかわらず、客室面積が減少する運転台をあえて編成中間に設置し編成分割可能とれた背景には全電気指令式電磁直通ブレーキを軽班の車両で 初めて採用するにあたって、編成中間の運転台を、故障時の予備として確保する意味合いがあったとされる。当時車両部長だった宮下実ノルは、鉄道雑誌に寄稿した文章で、運用率を高めるために2ユニットに分割可能な、編成としたと記している。このため、編成連結順序が入れ替わる、可能性もあったことから各運転台付き車両の、前面には、成田式。 リコ型貫通ホロが装着されている。同年に製造された2400系、第二次車と同じシールドビーム型前照灯、微灯、標識灯、終電装置、台車を採用している。二次車以降とは、前面の日差しの形状及び、後日の微灯、標識灯が少し異なっている。微灯と標識灯を3000系と同じデザインに変更、台車は一次車と同じである。 高速性能を向上するために、主電動機の波数比が変更された。編成は、第2編成のみ第1編成と、同じく分割可能な3両編成プラス4、両編成とされ、以降は7両固定編成に変更された。このため、第3編成以降は、不格差車庫への入り、出庫が不可能となり、同車庫の四度車庫への移転までは、森口、寝屋川両車くらいへ、 出庫の列車に限定運用された。また、地上駅時代の三条駅においては二番線ホーム停車時に、構内踏切と一部の客用扉が干渉した、ことから停車桶を他と変えることが求められるなど、特殊な扉配置ゆえに、特別な取り扱いを要した。なお、七両固定編成については、前面の貫通保路が当初より省略されている。前面貫通扉に、 京阪の車両で初の全面種別、行き先表示器が装備されたほか、側面にも行き先表示器が設置された。なお、側面の種別表示器は第一編成から採用している。客用扉をアルミハニカムからステンレス製に変更し、窓の形状が若干変わる。また、単独扉の再開閉装置を設置した。台車は制御車と付随車を 住友金属工業 FS-399A-1000 系とほぼ同じ電動車を川崎重工業キロワット -31 に変更プー -2206H によるヒートポンプ暖房を半導体ヒーターとする第7編成のみ試験的にマイコンによる冷暖房制御を導入した1980年2月20日に 平方四たしごてにて発生した、中学生のお石による、京阪電気鉄道お石脱線事故のため、第四編成の5554号車が大破し、廃車されたことに伴う代替車両である。空調など当時最新の四次車に準じた、仕様とされたが、連結編成の仕様に合わせ、全面の方向膜、種別表示膜は設置されなかった。事故当時、 同年3月の寝屋川信号場までの複々線化完成を控えて、京阪の車両運用には余裕がなく、しかもラッシュ時の切り札である本系列1編成が使用不能になったことで運用上大きな問題が発生た。当時、本系列は7編成中6編成が朝ラッシュ時の再混雑列車を中心に運用され、残る1編成は検査予備となっていた。このため、 この事故後は1編成が検査に入ると2600系、などの3、扉車各系列にいる7両編成でダイソーを行わざるを得ず、朝ラッシュ時の列車運行に悪影響を及ぼした。第1.2編成は、分割可能な構造で製造されながらほとんど、分割されることはなかったが、上述の大きい死脱線事故の影響で、車両運用の変更を行った際には、 事故後も健在であった5854510452045604の4両を有効活用すべく、第2編成の編成分割が実施され、500252025602が上述の4両と連結されて500252025602プラス5854510452045604の7両性を組成。 残る5552515252525652が本線普通や宇治線で運用された。脱線の被害が京都よりの3両に止まり、波数比が第4編成と同じで混用可能な第2編成が4両プラス3両に編成分割可能であったとは不幸中の幸いであった。もっとも分割されて、 四川区運用へ充当された5552515252525652については、ブレーキシステムの相違から限定運用とせざるを得ず、運用上様々な制約が生じた。前面の種別、行き先表示器は、竣工時未設置の第1から4編成にも1989年、平成元年に追加設置されている。 1> 第一1に編成の中間に組み込まれた五五五千百十一点五五五二五千六百一点五六零二の四両については営業運転編成分割が行われる機会が解無となっていたことから全面の種別、行き先表示器の設置は実施されなかったが、後日の更新工事の際に先頭であった五千一点五1零二五千六百五十一点五六五二が中間車化されて、 来中間に組み込まれていた五五五千百十一点五五五二五千六百一点五六零二が先頭車両となった時に他の車両より遅れて取り付けられた。九百九十八年平成十年四月四日に最初の更新車である第三編成が竣工し二千一年平成十三年三月二十八日の第六編成の竣工で全編成の更新工事が 完了した。制御装置は2両の電動車を、高圧車と低圧車とし、それぞれに搭載された制御装置を直列につないで、同期動作させる親子方式の抵抗制御を改め、5100型に集約搭載されたアクフ H8155 から 790D 回、時点零自制御機で2両分発機の種、電動機を一括制御する方式、e c 8 m 方式に変更され、 これにより電力回生ブレーキの使用が可能となった。空気ブレーキについても、発電ブレーキ併用電気指令式、電磁直通ブレーキから、回生ブレーキ優先電気指令式、電磁直通ブレーキへと回収され、遅れ込め制御により空成形の使用率を引き下げている。3両プラス4両の組成であった第一点に、編成は運転台の撤去を伴う、 編成の組み替えが実施された。制御電動車の5000系50001.5002は中間電動車に改造。つまめん窓にその痕跡が残るされて5101.5102に、階板の上5100型に編入された。制御車であった5600系5651.5652は中間付随車に改造された。また、 7両固定編成の中間付随者の5800、計5853から5857は、更新工事の際に5650系5653から5657に改版された。こうして、全編成が5500系5550番台、制御車、TC5100 系5150番台、中間電動車、 M15200 系5250番台、中間電動車、M25650 系、付随車5100系、中間電動車、M15200 系、中間電動車、M25600 系、制御車に統一の上で7両固定編成化された。これにより5000型が形式消滅した。電動発電機は編成両端の5500系5550番台。 制御車 TC と5600系、制御車 TC に移された。車内は7200系や9000系に準じた、化粧板、座席モケット、床に変更されたほか、LED 式の車内案内表示器も取り付けられた。また、各車両に非常通報装置、車椅子スペースが設置された。また、ドア開予告の車内自動放送も設置された。途中から、 転落防止ホロの取り付け工事も追加されており、この工事は更新工事施行後に追加で施行された2002年、平成14年3月20日竣工の第3編成をもって完了した。新塗装化は2008年11月13日付の5557回から始まった。その後2009年3月31日付で5556回。 2010年には5,553回5,554回、2011年3月31日に5,552回、同年8月8日に5,551回、同年11月30日に5,555 55回が新塗装となり、5,000系は全車新塗装となった。ただし、前述の通りラッシュ用ドアの上部分は従来通り無塗装である。 本系列を含む軽半線車両は2013年5月までに新塗装への変更を完了した。2006年、平成18年3月頃より、座席、車内案内表示機が7000系と7200系の第1点に編成や9000系の一部と同様のものに変更されている。2008年、平成20年より方向幕の交換が行われ、深夜休校。 通勤準急、中野島、京橋などが追加された。2014年には5,553回の全車両で、その後2015年8月までに5,554回、5,552回、5,51 55回、2015年9月の全県で5,555 55回が、それぞれ半数の車両でシートモケットが1万3000系と同じモケットに張り替えれている。 心臓当初は遅延すると後発の優等列車に追いつかれて、それらに大きな影響を及ぼす区間急行を中心とする再混雑列車へ充当され、多飛化による上高経路増加とそれに伴う停車時分の短縮、つまり遅延の抑制に絶大な効果を発揮した。これにより、京橋駅に午前7時30分から8時30分の間に到着する下り普通。 区間急行に必要となる編成が順次投入された。京阪線の河川電圧1500ボルト小圧により8両編成の運行が可能となった現在も、平日はさらし主事の直通普通や7両編成による急行、準急などに集中投入されてご扉機能を使用している。これは、淀屋橋駅の2番線と伏見桃山東福時間の一部駅において、 プラットホームが7両限界であり、8両家対応延長工事も、伏見桃山と東福寺の両駅では、ホーム前後を踏切に挟まれていて困難なことに、元がある。5扉を使用する列車は、駅の時刻表にも5、扉車である旨が記されているため、本系列による運行であることがわかる。土曜、休日にも、本系列独自の運用はあるものの、5扉機能は使用しておらず、 駅刑事の時刻表でも、すべて3、扉車の表示でまとめられていることから、どの列車が本系列なのかを特定することはできない。また、本系列のみ2013年のダイヤ改正では、昼間の急行に使用されることがなくなり、平日、休日の昼間は、中野島駅から茅島駅間の往復の各駅停車に運用されることが多く、昼間は、京都方面ではあまり見られなくなった。 2016年3月のダイヤ改正後は、土休日を中心に、京阪間同士の準急の運用にも入るようになり、昼間時に再び、京都方面でも見られるようになった。1980年、昭和55年2月20日の沖石脱線事故により、初代5554が1980年12月29日付で廃車となっている。 京阪では2020年を目標に、京橋駅へのホームドアの整備を発表しているため、5000系はホームドア整備前に全廃される予定である。以下のように廃車が進行している。5557回の電動車が装備していた、キロワットマイナス31台車と、主電動機は、A 山電鉄でお710.730型に転用されることになっており、2017年10月にで、 お711が出場している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。